皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。起こしてしまった X、旧ツイッターの暴言騒動で、お笑いタレントのふわちゃん、年齢非公表、和製少年の見本になる機会も失うようだ。画像、教科書への掲載が一転、白紙へ幻のふわちゃん登場ページ、現物写真、芸能人の一言一句が話題となる SNS。 だが、一歩踏み間違えば炎上騒動とも隣り合わせなのがネット社会。そんなネット炎上の豪華によって、芸能界追放の危機とまで言われているのはフワちゃんだ。芸人のヤスコ、25、が8月2日、X、旧 Twitter に、に、ヤスコオリンピック生きてるだけで偉いのでみな優勝です、というポストを投稿。それを見たフワちゃんが、 ヤス子の投稿内容を揶揄した上で抽象的な発言を書き込みました女性紙編集者即座にネット上は炎上騒ぎに普段はひな壇で先輩芸人に向かって傍若無人に振る舞うフワちゃんだが当該ポストを削除した上で本当にすみません今ここで皆さんに報告することではないのですが言っちゃいけないこと言って傷つけてしまいましたご本人に直接謝りますと謝罪したのだが 猛勢の態度を示したのですが、時すでに遅し。8月5日の27時から放送される予定だったラジオ、ふわちゃんのオールナイト日本ゼロ、日本放送は放送休止に。出演していたスマートフォン、GooglePixel の CM も6日にはすべて、公式 YouTube 上などでは非公開となっています。全道今後、次々と起きる可能性があるのはふわちゃんの番組交番 現に、レギュラー起用されていた11日に放送される、行列のできる相談所、日本テレビ系列、では、出演シーンはカットされる予定とのこと。今後の出演も未定だという。そして、フワちゃん NG の動きはこれだけではないという。実はフワちゃんは、東京都内にある出版社が制作する2025年版の中学校の家庭科の教科書に、自分らしさや個性を表す、 人として、タレントの渡辺直美さん、36、と共に起用される予定だったんです。それはフワちゃん自身も今年3月に X で明かしていて、フォロワーからは、カリスマの証し、などコメントが寄せられていました。さらに、別の都内の教科書会社が作る英語の教科書には、ドジャースでプレーする大谷翔平選手、30、の本通訳だった水原一平さん、39、 の登場が決定していましたが巨額不正送金事件が原因で見送られることになるそうですフワちゃんも騒動が騒動ですし教科書への掲載は見送られるのではないでしょうかどうフワちゃん教科書への登場は3年前から準備が進められていた閉サイトは 実際にフワちゃんが掲載される予定だった教科書の制作を行った都内の出版社の担当者に直撃取材を行った今回のフワちゃんの暴言騒動への受け止めを教科書の担当編集者に尋ねると本当にびっくりしましたまさかこんなひどい言葉を他人へと向けて使う人だとは思っていませんでしたすぐに教科書から削除したいと思いました家庭科の教科書担当編集者 と話してくれたふわちゃんを起用した教科書作りはいつ頃から予定されていたのか教科書のコンセプトなどを考え始めるのは出版の3年ほど前21年頃からです今回ふわちゃんが渡辺直美さんと教科書へと登場するのは衣服の役割に関するページでした衣服には個性を表現する役割もございますそのため 個性的な服装でテレビに登場するフワちゃんを、ナオミさんと共に、自分らしさ、お衣装で表現する人として教科書へと登場させていただく予定でした。全道、今後、フワちゃんの教科書への登場予定は変更があるのか。今後は適切な手続きを踏んだ上で、フワちゃんの教科書への掲載は見送る予定です。教科書は文部科学省の許可を経た上で、印刷を行います。 現在は、教科書の採択期間中ですので、見本本を印刷している段階。ですので、学生用の教科書はまだ印刷しておりません。堂々出版社から文科省への当該部分の修正申請は8月8日に行われる予定だという。教科書に掲載され、青少年のお手本となるはずだったふわちゃん。それも消滅することになるようだ。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。